皆さんこんばんは歌う怪談女日月陽子です怪奇レスラーならぬ怪談大好きプロレスラー松山勘十郎です怪談を集めて47年怪異収集家の木原博一ですこの番組はオカルト番組でも心霊番組でもありません怪異収集家である作家の木原博一さんが実際に 直接取材した実話談を語ります日本で唯一の怪談専門ラジオ番組です木原さんといえばあの今や伝説の実話怪談本「新耳袋シリーズ」の作者でもおなじみですよね他にも「うつしを怪談」や「つくも怪談」といったヒットシリーズも出版されてますよねその木原さんによるこの世のものではない話もののけの話 不可思議な話といった実話怪談を季節に関係なく毎週聞くことができるなんて怪談間際にとっては夢のような話ですよね夢どころか悪夢よりも素晴らしいことですよそれではあなたが最後まで無事にお聞きできることを祈ってます怖い水曜日存分に味わってください怖い 6月9日。で <laughs> なんですかいや一迷いが生じましした、ね、6月普通でしょう6と 九です六と九ですあよ6、9ロッ六の日ですよ今あ、六の日ですね激しいの大好き横文字で言ってもらいたいですけどねあそうですね激しいのが大好きですね激しいのが大好きですこのなんかさ、口開けば全部なんかそういう方向に結びつけたこれほんまに電波で流れるんですかねこれちょっとけんみさんにって払ってもらわなあとダメですね僕ももう払ってきてくださいよその発言ばっかりするんでささんが払ってもらわないと本当口を塗ってきてもらってくださいけんみさんでそれ全部落としてもらったら佐々木くんは 存在そうです存在がなくなってしまうかもしれない存在すらない消えてしまうかもしれないだから下ネタがもう服着て座ってるというようなそういう存在さすがに払えないですかね様々木さんの存在自体がもうあれですよねもうなんかやっぱ特別そういえば先日桐生さんの方にまた伺わせていただいた時にえいつの話つい え、つい先週先週。前の収録の時に行くって言うてへんかったやんそうなの突然ねあのパッと思いついてみんな腕輪さん腕輪をね腕輪をつけてるあの人の腕輪がパーンと弾けてそれが面白いことに。 なんとなくこうグループの中で4人ぐらいで行きましょうってなったんですけども今こうね今の状況でちょっと行きづらいかな迷惑かなって言ってて一回もうやめましょうかってなったんですよやめましょうかって言った時にすぐその数時間後にパーンってちぎれてバラバラバラってなったんですよでのみんなでえってなってこれは行った方がいいって言われてるんじゃないって言って行ったんですよあ たら境内のところにものすごいでっかい提灯があってねおっきな綺麗なすごいなこんなのをちゃんとされる方いるんやなやっぱりと思ったらねメディアルパルトが書いてて木原さんの名前とかめっちゃ似てて思わず私言いましたもん。 あれねちょうど今からほぼほぼ1年前、はいあのー、ちょうど同じように、あのー、緊急事態宣言が<ー>あの出されてる最中に僕もは会談をやりながら途中からあの夢があったんですよ。<ー>すつくもカー,ナーやってる時から無事体が全部書き終えてもちゃんと健康体でい,<ー>いられたら。 還暦、あのー、の時一回りした還暦の時それはバースデーを祝うのではなくて神様の恩に感謝心恩感謝のご祈祷を誕生日の日に、うん、6時のね還暦、うん、の感謝のご祈祷をあげたいので自分の誕生日にあの様の境内にいたいというのを去年思ってて念願かなって。 あのー、まだちょっとだけ動いていたので飛行機<ー> 1>,、うん、1日に2便朝1便と夜1便だけうんだから一泊せんとダメだったんですようん朝行ったらもう夜中の飛行機乗れなかったので<ー>うんで朝1便で行って次の,あのおお日の夜便で帰ってくるっていうつもりであのー、コンピんぴらさんに一泊の宿を取っていくんですうんであのー、ケミさんのところに行って「あのー、ご祈祷心新音感謝で」 っよってはあうち神様にあの感謝する祝詞ないんです」<laughs> え <laughs> 普通というかあのどんな祝詞をあげるのか知らないけれども出雲さんやあの美穂さんやあのお伊勢さんにはありますよ」ってね「うちは皆さんのお願いを叶えるのが当たり前なので神様に感謝を特にするということの祝詞 <laughs> はないんです」。 あそうなんですか。えじゃあ、ええーっと、この初掘りどうしようかな、みたいな,なうん、うん、じゃな。まああの、いつものようにっていうので、<laughs> う,んうん、うん、あのー、ねあのー、健康監視やったか、あの悪霊対戦やったか、うん、ともかくとしてやってっていうので、うんうん、ともかく六十歳の管理期を迎えた、あのー、ご法のなので、あのー、納めしていただいたんですよ。でちょうどその時ね、あのー 山門入り口のその鳥居を建て替えたので、はい、あ,えあのお名前入れましょうかって結構です、うん、あの名前を刻むことが目的ではなくて感謝できているのでお名前結構ですっていうふうにえいいんですのにっていうふうにえプラスチックやしみたいなあ,<ー>あのいいんですな名前なくていいんですっていうとこやったりするけれどもあのー、日月さんの お,お友達で、我々もお世話になったカメラマンさんがいます。えー、あの人が行ったら、えー、木原さん、提灯奉納されたんですねっていうに。えー、いやええ、提灯って何の話っていうふうに言ったら、写真送ってくれて。でっ いっいあるで,で「お母さんこれどうされたんですか?」って言ったら「いやせっかく来て頂い,いて、あのー、還暦の」っていう形で初襲料頂いたのに名前入れんでええっていうのも何かなと思って、まあ、この人が来てあのこれ作ってくれましたよっていうふうにまあやっとこうかなと思って名前入れさせていただきましたっていうふにうめちゃくちゃ目立ってますめちゃででっかいで書い書てあるんですよ<ー>実物見て ビンクラをきました。じゃ我々も今度行った時はね、これもうよく見てこなきゃね。う僕も今週行くんですよ、ケミ様。あららら。その一年に一回のがいつも五月だったんですけど、ちょっと先月行けなかったんで、ちょっと六月に入って行こうかなと。行ってらっしゃい。ええ。あのあれですね。その大きな鳥のもう反対側にこの階段のね、この番組の階段のラジオとしたいぐらいですね。そうですね。お世話になってますからもう。そういえばカレーの話をされててカレーが美味しかった美味しかった話。お母さん言ってた？ おとあのカああちらのカノエさんのカさんの方です。がねイオコちゃんなんて言ったん？カレーを送ってきてくれてねって言ってましたよ。あのね。よろしくいただいてみたいな。これまではね。はい。僕はカレー作ろうかなと思って、うん、材料を揃えた時にお母さんからこの間送ってくださってありがとうっていうので、うん、タッパをお返すというカレーを詰めて送って<え>タッパをお返しするという名目で中にいろいろ詰めて箱の中に周りにいろいろ詰めて送っていただいた。 っていう形で,<ー>なんで僕はカレー作るタイミングが分かったんやろうと思って<ー>あのできたのをきき返していただきたてのタッパーに詰めて送るっていうふうにやってたんですよ。<ー>それがね、あのー、忘れもしない4月の14日、はい、突然、あのー、4月の14日というか4月の13日にあ あ、カレー食べたいな自分でカレー作るわ」と、うん、言うてもし万が一作っておできた時にあのお母さんからまたカレーくださいって言った時になんか役に立つしかなと思いながら、あのー、作ったんですよ、はい、で4月の14日にできておなかなかいいカレーとしてまとまったっ、うん、冷凍庫に取ってあった保存したやつと合体させてうん、うんうん、これは寝かした価値があったが合体させた価値があった、うん、あの、ま、ろみがとっても良くてっていうので。うん もうできたんだから早速送ろうと思って14日に送るんですよ、うん、で、今日着きました14日の早いうちに送ったので15日翌日には着きました、ね、翌日についてあ、木原さんカレーありがとうございましたっていうにいや思いつきで送ったのでまあお母さんから催促もされてないのにあのー、すいませんねなんかいい味ができたので送らせてもらいましたって言っていいえ大変助かりました えー、<laughs> 何が助かり合ったんですか?」<laughs> っていうお話をしたら「ほら4月の15日といえば」って,言ってパーッと頭の中をひらめいて「はい、年3回ある大祭でしたっけ?<ー>」って言ったら「その通りです。今年も無観客ですけれども」って笑ってあの誰も入れることなく私だけでやりましたけれども4、うん、のえっとね4と、えー、7月の14日と7月の14日と。 で1月に大祭があるのかな、うん、その大祭で14日15日で大祭をやっているからつまりお母さんてんてこまいやった、うん、そのてんてこまいの大祭が終わった日にカレーがついたのであの晩ご飯を作る手間を省いていただいたので感謝します、うんうん、木原さんのことなのでああ大祭をご存知で大祭の終わった日に作るように手配してくださったんだと思いましてって言ったら。 買いかぶりすすぎです <laughs> ただの偶然なんですけど <laughs> 正直多分お母さんが「<laughs> あっ滞在の日の晩にご飯作るのしんどいから」っていうので僕のリモコンスイッチを入れて「カレー作れ信号」っていうのをピピピピピ,ピンと自信した僕が、うん、あそうやカレーを作ろうとかって思って作って送ったら、うん、このタイミングに重なったと思います。あのご縁でで結んいいただいてるコスコス からこそやとあと、のー、思うことに触れることができましたありがとうございましたという,うそのカレーがうーーちゃんの言うたカレーですでそのまたね話を今今日私がしたということはまたカレーか,る <laughs> かもねめ。めったにあるこっちゃないねんけどねすごい量の,<え>あのまあ要するにその牛テールと牛の筋肉とあの牛,牛の牛筋すね筋。 テールっていうのをこドロドロになるまで煮て,、ね、てっていうのをやってで前つ作ったやつの半分を合体させるために残して取っといて、うん、新作と昔のやつを合わせて出来上がっっったとと、うん、一旦寝かしててていうことをやって送ってるんですよ、うんうん、だからあの浅尾恵美さんところのお子さんに大阪の,ああのカレーを送ってくれるおっちゃんが東京におるんでというおっちゃんに。<laughs> 今カレーの茶になってるんですよ。カレーの茶。で我々も食べてみたいですね。なんか番組的にはね、ほのぼのとうっすらとした感謝の海がつなつながってるっていう。だからね、っといた方がいいよこの感染拡大の最中苦しいと思うけれども。車で行くんや。車で行きますからね。安心や。だってあのやっぱりこういう時期ですからね。やっぱりちょっと一回考えたんですけど、こうこうこうできましたって言ったらそんなことはキりざんさらずにいて。

かっこええなじゃあもう日ずさんいつかほんまちょっと訴えてやった方がいいよいつか潔くて歌えられないノリと上げてもらいに行ってきますでこれいこんなに楽しそうにやってんのになんか放送の時バッサリオープニングここまでカットしてそうな気がするそうですここは youtube で楽しんでいただこうとそうですねそうですねでいきましょうじゃあお便りの方にはい 山形県にお住まいのラジオネーム市川伝蔵さん、遠いところからありがとうございます。<ー>山形県から。山形県、はい、ということはこいいポッドキャストかなんかで聞いてる方ですかね。そうです、ね。ですね、はい。ええ山形山形県在住一川伝蔵さん、大いんじゃないですね。山形県在住ですので、うん、番組は YouTube か、うん、ポッドキャストで視聴させていただいております。です、うんうん、ね。で、ええー、これ県名がですね、親族の葬儀に関わる思い出となっておりまして、うんうん、ええー、木原先生の親身袋はほぼリアルタイムで全巻読んでいたくらいに改段付きです。うん <が>はい、私自身は不思議な体験はほとんどしたことがありませんそれでも少しだけ不思議なことを親族の葬儀の時に経験しました178年前親父の弟であるおじさんの葬儀です、えー、おじは30年ほど前に胃がんを手術して回復したのですがその後別の内臓にがんを発症してしまいました、うん、最初のがんから10年以上経過しているため移転ではなく えー、2回がんにかかるという珍しいケースだと医者に言われたそうです。<う>治療の甲斐なく60代半ばでおじ、えー、は亡くなりました。おじ、うん、の見舞いにも時々訪れていましたし、艶にも葬儀にも慎んで列席させてもらいました。葬儀の翌朝、妻が私になんで玄関に水まいてるのよと怒ります。んんん私はははそんなことししていいまません、うん、当時 2LDK の賃貸マンンションに住んでいましたが 玄関のたたきは1メートル四方ほど、そこがびっしょりと濡れていました。うん、しかし、そこにある靴には上から水がかかっていません。うん、床だけが黒光りするように濡れていました。うん、その時、私はすぐに、おじさんが挨拶に寄ったんだろうなと思いましたが、全く恐怖感を覚えず、改めて、うんえー、おじさんへの、えー、別れの思いを込めて上空を拝みました。 玄関が濡れていたのはなぜか考えてみたのですが、おじさんの火葬の時午後2時頃でしたが、近くを走る東海道線が止まるほどのギリラ豪雨がありました。うん、天に昇るおじさんは、その豪雨にめっちゃ濡れたのかもしれません。また、心霊現象が起こるときは、その周囲の気温が下がると聞いたことがあります。おじさんが亡くなったのは7月下旬、暑い日が続いていましたので、結露したのかなと、怒っていた妻にそんなことを話すと、 そういうことかと納得していました彼女も親族の葬儀では不思議な経験があるといいそういう時は全く怖いと思わないよねと笑いましたこういった内容のねお便りなんでございます山形県の市川伝蔵さんからうん,うん、あのー、家族が家族に語り伝える会談で会談としての問題は ほぼ何もありません何もない、うん、何もない階段ですあったんですね、うん、っていうところで不思議だったんですねっていうので全部ですけども、はい、これはあのー、この濡れた理由が物語になっているだけで十分ですうんあのそれその因果関係は正しいかどうかは実は不明ですうん不明。うん。極端なこと言うと玄関が濡れたぐらいでおじさんだとわかるの 記号って何もないんですよ「親族だからそう思っていてその時に雨が降ったからというのとあの重なっているから」っていうふうにすると全部の辻褄が合うけれども「それでいいではないですか」っていうのに言うだけでこれに水を差して意を唱えるのって野暮ですよっていう会談昔はこれを家族に語り継いでだから死んだ人間は何かをね ちょっととどどうかかかすると一言残していくかももわらんけれども分かりやすいものから気づかないものまであるっていうものの、うんねうん、あの一例でこれはそれに気づいたという信号であった、うん、キャッチした信号をおじさんに重ね合わせるとしかもなくなったすぐあとやから、うん、タイミングがね、うん、タイミングだからっていうから、うん、おじさん以外に考えられへんという形で選択をされていますもちろんそれが正しい可能性もあったりするけれどもそれが たあのおじさんであるかどうかはわからないのはおじさんと水と玄関とっていうのが一直線につながるものっていうのがないじゃない一直線にしているのはこれはおじさんであったら嬉しいなとなんとなく思っているこの方の心が一直線に結んでるんですんそして階段はそれでいいのだとう、あのー、思うんですよそれを子どもに聞かせて,聞かせてああそうなんだ へ会ったことがないおじさんが亡くなった時にね、うん、不思議だろって言って不思議だねっていう形であの語り継いであの行くのをということを私たちはどこかの時点で各家族になってぶっつり切れて忘れたよねっていうものであったりする原型で,で、ねうん、これを語り継ぎさえすればあの家族が持ちえるあの階段に 怪異現象が怪談となってあの体験談が物語となって残るという典型があのー、ここにあります、うん。だからそのままでいいいですねっていうのとこれはこの方のお心があのー、怪談に寄り添ってあのー、物語を作って。 完成させた方がより良い話になるただ見て濡れてましたで、うん、捨ててしまうものを綺麗にあの物語で縫い合わせてあの再利用したかのごとく人に語り継がれる物語にしたし仕上げたっていうところがとってもいいですこれ玄関濡れてるだけなんです <laughs> まあ早い話がね早い話がで,で、ね、玄関が濡れてても靴が濡れてなかったまずそこに気づいたっていうのがまずねう、うん、そううん でんあのー、寒かったから結露だとかっていう風に触れたりするけれども、うん、いやそんなことなんか実はこの人どうでもいいと思ってるし、うん、聞いてる僕もどうでもいいと思ってます、うんうん、靴を覗いて玄関がびっしょに濡れてたっていうだけで、うんえー、十分で怒るはずがないし今までなかったしっていうのもそれで、うんあのー、十分で。でも 物語として雨がザーッと降ったしその時にダビに伏されて天に上がってったんだから濡れたおじさんがそこにずっとびしょ濡れ出てたからポタ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 落ちた水が全部玄関まで広がったあたりでじゃあ先行くなっていうふうに上に上がったかのように思えるっていうお話で違っていても正しくても。 どっちでもいい,いい話だと思いますっていう形で残される残ってほしいと思う話ですね、うん。起こったことに物語をピースで埋めて作るんだったらこうやってほしいなと僕は思う、うん、同じ残すのならば「あの一個の回」という核にどんな物語をつけて階段として成立を見るのかっていうのの,あの最もベーシックも なものを見るだからこれが聞き手が違うと「それの何が怖いの?」って言ったら「階段の話をしていて階段なんだ階段だからといって怖いとは限っていないのだ」怖くなければ階段かもしれないけども怖いことばかりが階段ではないというあの僕の暴標と言 ぴったり話,、うん、話の受け手がこれは階段だと受け取ったんだから、うん、階段として出力するっていうのの理にはかなっていると思うので、うん、優秀な受け手のところに起こって記憶なしてくださって物語にしてくれた。 あのの優秀な受け手の出力ですでもまず本当そこをご理解いただけてるかどうかって重要ですよね,そうですねただただ怖いのだけを求めてるんだったらじゃあもう怖い話聞いてくださいってなるじゃないですか、うん、あのちょっと言い方を変えるとね、うん、これうちだから採用されてます。う,んうんなるほどよそうだとかあのよそというか他の他の媒体だとこれが取り上げられるのかっていうと、うん、例えばオカルト的ではない。 まあ因果関係もないとかね、えー、例えば。とかね、うん、っていうところだとするしあのぶっちゃけ幽霊って出てないよねとかっていうふうに、うん、あのその番組って通続的に言う、うん、幽霊って出てないよねっていうふうにだとかあのメッセージ性薄いよねとかっていうようなさまざまなことをが頭の中に飛び交った逆に何も言わずに。 うん、これはボツだねっていうふうに入れられるっていう経営だと思うんですけれどもこれは残したいと思うのが新耳袋やったり僕のつくもいだったりするので、うん、これ僕なら採用するわかりますうん僕なら採用するこれを残さずしてあの家族があの子供に語り継いでいくものってなんやねんっていうふうにこれを呪い立たれ話にしてみたら子供が聞きな、うん、で父ちゃんは 俺がそうなるのを願っててほっっったたららかしてるわけやね言えいやそう言ってるもんなじやんか」っていうふうに「うん、お前にそんなことが起こるで」っていうのを知ってて何にもせえへん上に「うん、俺に話だけはするんや」っていう話でしょって言ったら「うん、えじゃあ嘘ついて怖がらせようと思ってるのって「いやいやそうじゃないでそうじゃないでどうなん」みたいなふうになるかもわからないけれども、うん、階段をうっかり間違えると「 そんな風にねじれてしまうでしょう。あ、そうですね。呪いだの祟たたりだの結びつけるとっていう。だから、ね、呪 <laughs> いだの祟たたりだとっていうのは、そんなに簡単に着地させへんほうがいいのと。その着地っていうのは、それを着地させると呪いになっちゃうからとか、祟たたりになっちゃうから。そんな着地がいるっていう風に、そもそもそんなスタートだっけっていうのっていうのは。考えていいと思うんですよ。かなりなくなりますから。多分ほとんど僕なくなると思ってます。んそんなもんなんかないよっていう風に。に 受け手手が勝にに出力する時にくっつけたでしょみたいな、うん、あだから受け手としての修行というかあの鍛錬がないから <laughs> そうやった方が面白いという盛り付け方として学びましたかっていうふうにあの聞きたくなるようなものだったりするんですけどもうん、うん、この素材のまんま。 あの大味にせずにあの綺麗にさらに盛り付けられた形で終わっているという会談、美しさをございました。美しい。そうですね。あの言えるあのそんなにうちの番組のあのっハードル高いわけじゃないので、怖い怖い話ばっかりするわけちゃいますからね。この番組は。そうですどうしようのうまさを求めてるわけでもないんですよ。怖ければ言うわけじゃないし。そうですよ。うん。ねあの今回の集合の第一回目が 「こんな映像が届きました」っていうのから始まって、うん、今回の新収録の最後が「ええー、話やん」「これもまた怪談なんだ」っていうふうにで「あこの番組これを怪談だ」と言ってくれるんだと思ったら聞いてるリスナーの皆さんで「うん、あ私にもある」あ「あお父さんからこんな話聞いたことあるわ」っていうような、あのー、ことで久しぶりにお父さんに電話をして。うん あの時の時話詳しく聞かせてくれるっていう家族の語らいが始まったら、ね、番組としてはこんなにありがたいことはないなぁと思うあの階段というのは家族で共有するためのコミュニケーションツールの一個足りえるのだ、うん、コミュニケーションツールと僕言い続けてますからあ非常にあの話。 本人の思い込み的なそういうね話でもないですからねなんか見えたような気がするとかなんか触られたような感じがするとか気配を感じとかそうなんじゃなくて実際物理的にちょっと不思議やなっていうような話に共同目撃者がおるんでね奥さんがいるっていうとこだからいや本当にね足すもなく引くもなくこれでいいなと。そそしての奥さんと一緒にねあ 葬儀の時っっっっててててそういういことあるるよねって笑って終わってるんですようんえもんやね<え>あの殺伐としたこの番組なしならしからぬような気がす、ね <laughs> うん、あの木原が黙ることもあるんだなっていうんじゃなくて、うん、黙るんじゃなくて分からないことを聞きたいだけで、うん、これほど分かっているのであるならば、うん、もはやあの原因の正しい正しくないその物語の是非を問う人であったりなかったりなってええー、やんこれで階段になってるやんか。うん っていう,ふうに分からないものなんか何もないし分からないものは分からないまんまで、うん、ええやんか、うん、幽霊って最後に水を残していくんですねってそんなこと言うてへんかそうですね、うん、そうとは限らないですから、うん、たまたま濡れてただけの話ででそうそうそう,そうで、うん、水との因果関係ってこれ正しいんですかってそれを通ってるもんでもないと思うよって、うん、この人がぼんやりとそうなのかなと思っているっていうので。うんうん そそれでででいいいじゃなすすかの通り小さな会には小さな納得っていうのをくっつけて綺麗な物語になってていいと思いますよ。で最後にはご夫婦揃っても笑って終われたそれでいいじゃないですかってすごくなんか美しいですよね。いやあの本当にあくまでも私たちたちのこの番組的な解釈でいうと「それでいいのだ」というこの番組は怪談専門番組と銘打ってるけれども。 階段を考察することが楽しいよね。っていう番組なのと、うん、考察した結果、怖い階段でした。そうある意味怖かった。ここがねというのもありますしね。うん、怖さを発見したというそうで、これはこれでいいんです。っていうに、うん、他にあのいじるとあのー、面白くないじゃないですか。うん、これ以上の核はないんですから。うん、それをそっくり綺麗なこあの考え方と心で包んで成立しているので。 自分ですよっていうのもありだっていうとこだったりするけどこれ考察ならではだしこれそのものが怪談ですからこれを紹介することで専門だからんかんか素てだなってちょっとねそういう気持ちすら抱かせてくれるような怖さを競うもんではないと思いますけど怪談はね。これほどシンプルだとね僕は逆に想像では書けないですね。創作では うん、書いてて「いやこれでは読者が納得せえへんだろうと」とあの創作だったら思います、うん、玄関が濡れてたから「どやねん」っていう読者の声が怖いなっていうところだからこれ体験談だからこそ本には載せるけれどもあの自分がもし創作でやってたらいやこれで100話埋めるのってちょっとあかんと思うという怖さを秘めた1話だったりするからこそ取材系怪談をやってます。作ってたららこんんな話僕入れられません そうですね。と銘打てる一話ですね。<あ>本には載るのに、自分なら、自分,、うん、自,分自身では書けない。という、うあの、温かさに満ちた。<ー>そう、温かさ。ほんのり不思議な、ね。話でしたね。いやー、本当、最近。うん 優秀な投稿多いね。いね。こういうこういうホッコリ系もすごい久しぶりな気がするんですよね。なかなかね。本当にこう思ったもよくまあ番組聞いてらっしゃるですね。あのうちのリスナーさん分かって送ってきてる手紙が今月の収録あの靴の話にしてみてもまあ映像もそうですし、今回の話もそうですし、あのトラックの布に載せた僕クきキのあの母子の話もそうですけども。 この番組の性質と内容を非常によく分かった上で懸命に、あのー、伝える努力をしてくださっているその気持ちちゃんと伝わってますありがたいですよ本当に、うん、優秀に間違っても臭してるわけではないんでね、うん、もちろんもちろんみんながなるほどねっていうにそれでこの番組は怪談専門ラジオ番組って言ってるんだっていうのが、うん、さらに伝わって これから会談の夏本番を迎えようとしていますから、あのー、優秀な会談、皆さんの大会談を召喚させていただければと思います。勝手に書籍化することなんて決してないですから、うん、え、あのぜ、ー、ひともあのー、番組の方にご意見、あのー、ご希望とともにうちご意見ご希望ってくんの？ ああそんなに来ないまあたまに来るんかなぐらい体験なんかやっぱりメインで多いですね。ありがたいね。ありがたいです。いやまたぜひねお待ちしてますということで本当にはい。とて楽しみですね。YouTube の方にも結構コメントをねいただいたりしてますのでね。あでもあれで嬉しいですね。YouTube もねありますよね。はい。そうやっぱり日月さん怖いって書いてあったんでどこが怖い？どこが恐ろしすぎる。どこが怖い？恐ろしすぎる意味が分かる。だからねあのこ怖いんやったらその日月さんを 怖いぐらい怒らす人たちがおるからちゃいますか、うん、っていうことかね6月9日放送分はフルで YouTube で聞いたら「怖かったです」とか「<laughs> 危なかったです」とか「<laughs> いろんな地雷が埋まってましたね」とか。<laughs> <え> <laughs> あの決定的な言葉を佐々木ディレクターは言いませんでしたねとかよく我慢してましたね、うん、飲み込みましたもん的な感じで本当もお祓いしてもらわなかったこれはもうとカレーの話の,あの一節には 目から鱗が落ちましたみたいなギャグでしたねっていう風に褒めてくださる方も多いのではないでしょうかね日月さんいやもう本当にねギャギャグとしては決してそんな斬新なわけではなかったですからね言っときますけど昭和な感じで昭和ですよ昭和親父ギャグ昭和親父ギャグの本当最たるもんみたいなそうを聞くやつですいやこれがガチャガチャ言ってるとやっとラジオ番組らしかったなんかこういう空気はね本当はい怖い話だけ求めるんやったら創作でもいいんじゃないですかうちの番組 そうじゃないですから本当にあったというか実際体験された方の中のに不思議な話で、わからん方はわからんでいいですからわからないんですどうしましょうかって言ったらいや、どうしましょうかってこういうのどうですみたいな風な話でそれはそれでちゃんと寄り添いますからまだわからんから怖いって部分もあるんですよねわからないものをわざと面白くするために何かつけてランナする方が どんどんしょうもない,もないな。そうですね。もうもう飽き飽きしてきますね。なんかもうお腹いっぱいになって。取ってつけたみたいなの分かっちゃう、ねうん。もうええわってなっちゃいますもはい。わからないからこそそのままで。素材の味をね、生かした。そう、ね。うん なんかそんな怖いことばかりは転がってませんよ、そんな。そう,ですそうです。こうやっぱり、何気なく、ふんってはてながつくようなことが、やっぱりかいかなと、僕は、ね。もうないですね。僕平成になってから、怪談らしい体験談って、どうなんだろう。探すのに、すごく苦労するようになりました。う正味な話。えー、うん。僕は昭和力でできてるんだ。昭和の怪談で、新耳やつくも怪談や、隣の怪談ができてるんだっていうの、をつくづく思います。えー、平成の、あの、いわゆる、心霊番組、オカルト番組、都市伝説番組、で。 あの鳴らされてしまった中から竹のころに入ってくるものってどうも初手から、うん、わけがわからない、うんうん、どうも語り手に入力するときにいろんなものにごちゃ混ぜにして切り離して不純物を除くのちょっと大変やなって話が多いのを危惧してたりするのがここのところのお便り見ていていやそうでもなくてやっぱこの番組と一緒に育ってくださるリスナーがあのちゃんと「これでしょ」って言ったら「そうです!」っていう、うん。うんうん お付き合いができているのって、本マもの会が集まり出しましたねこの番組に。いや嬉しいことですよ。皆さんそうですううで、ね、確かにそういう見方。 ありますねもう七年目ですからねこれからも応援していただきたいと思いますよろしくお願いします日月さんにとっては一瞬と7年ですけどねどういうことですか人間ではないんでさあ告知行きましょうはい。行きましょう放説ましょう松山勘十郎はですねえっと七月十八日大阪府の豊中市稲六ボックスという会場で十五時から来週プロレス松山座の本公演を行います できる限りの感染予防対策を持ってお客様をお迎えできたらと思っておりますので料金や出演者の詳細は松山勘二郎で検索していただくとブログやツイッター等々いろいろ SNS なんかも出てきますのでぜひ情報を収集の上会いに来てください。かかんなかったらいつでも気軽に D.M. なんかでも何でもいいです。連絡ください。うん、よろしくお願いします。はい、ええー、私は鰨点点のひらがなで鰨点点の日付をここで検索していただくのと、もうそろそろええシマユニットええシマデュオですね、ええー、セレージャというシマユニットがまあ動いていると思いますので、そちらの方ももし見つけたら、ね、ぜひぜひ応援してください。はい、はい、私の方は六月最終金曜日の二十二時から。 ニニコニコ生放送九段茶暗殺計画、確保り）有料ですけれども、やってますというのと、6月,末の6月30日と7月の1日に、あのー、ちょっとしたこと、ちょっとじゃないことがあるんですけども、えー、まだあの情報公開が決まってないので、えー、次,回にご報告次回の収録の時にはご報告できると思いますので、えー、ご期待いただければと思います。あとはツイッターで 番組では別冊階段ラジオを販売しておりますちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、うん、あの語っています二度と本の形でまとめるつもりのない話が入っていますのでぜひお聞きになってくださればとどうやったら買えるの詳しくはラジオ関西の階段ラジオのホームページをご覧になってぜひともお買い求めいただければと思います今夜はいかがでしたでしょうか 何もなければいいんですがえちょっとあなたの城誰ですか番組ではお便りや感想のほかあなたが体験した怖い話やあなたが聞いた身近な人の不思議な体験また怖い写真やいわく因縁のあるものなどもお待ちしていますメールの宛先は階段アットマーク JOCR.jp k a i d a n j o c r j p ファックスは078-361-005。078-361-005。おはがきは郵便番号650-858で。ラジオ関西、怪談ラジオ、怖い水曜日まで。ぜひ、本物の怖い話を私に教えてください。お相手は、歌う怪談女。 日こと階段大好きプロレスラー松山勘十郎とそして階段を集めて47年木原博和でしたそれではまた来週お耳にかかりましょうこの一週間あなたが無事でありますように。